野代球場は秋田県野城市にある野球場である。2007年に当地出身の元プロ野球選手、山田久志にちなみ、山田久志サブマリンスタジアムの愛称が付けられた。1985年会場。付近に野代山本スポーツリゾートセンターアリナスがあるほか、サブグラウンドといえる野球場が近辺に点在しており、周辺はスポーツゾーンをなしている。 2005年に改修が行われ、これまで両翼93メートル、中堅120メートルだったのが、現在の広さに拡張され、またスコアボードも電光掲示板に改められた。同年から弁天球場に代わって、全国高等学校野球選手権、大会秋田大会の会場として使用されるようになったほか、2007年の秋田我が杉国体では、 高校難式野球競技の会場として使用された。2015年から2016年にかけて、スポーツ振興区児女性事業による助成金を受け、内野グラウンドフェンススタンドベンチトイレ等の老朽化した施設の大規模改修が行われ、スコアボードもフルカラー LED 方式へと更新された。余談ではあるが、新設されたスコアボードは、スターティングメンバーの表記方法を二通り、 設定できるようになっている。広報の三36号16ページ。の城市。2016年1月27日閲覧。の城9条の改修についての城市。の城市。2016年1月27日閲覧。ありがとうございます。